新疆天山新疆天山は、複数国にまたがる天山山脈のうち、中華人民共和国新疆ウイグル自治区内に属する4つの自然保護区を対象とするユネスコの世界遺産リスト登録物件である。美しく多彩な山岳景観や独特の生態系が評価され、2013年の第37回世界遺産委員会で登録された。 この物件の世界遺産の暫定リストへの記載は2010年1月29日のことであった。そして2012年に正式に推薦され2013年の第37回世界遺産委員会で審議された。審議に先立ち世界遺産委員会の諮問機関である国際自然保護連合は登録を勧告しており委員会審議では中国が同時に推薦していた 甲賀・ハニタナダ軍の文化的景観とともに、韓国通りに登録が認められた。中華人民共和国の世界遺産の中では、10件目の自然遺産である。なお、IUCN の韓国では、近隣諸国との国境を越える世界遺産とすることも含め、拡大登録への期待感が示された。世界遺産委員会の決議でも、同様の文言が盛り込まれた。 世界遺産としての正式登録名は、新ャン、チアンシャン英雄新アンである。その日本語訳は概ね、新教天山で一致しているが、新教の天山としているものもある。以下の4件で構成されている。トムール、タクボクは天山山脈の最高峰ポベーダ山の別名である。世界遺産の登録対象は1980年に設定された自然保護を前身として、 2003年に設定されたトムールボン国家自然保護区である。世界遺産としての登録面積は34万4828ヘクタール。干渉地域は28万120ヘクタールである。クエルデニン・カラジュン、各ヘシャゲ、シュンとクエルデニン、イサオは2009年に設定された地方自治体レベルの保護区である。カラジュン自然保護区と2000年に設定された西天山。 山脈国家自然保護区とで構成される。世界遺産としての登録面積は113,818ヘクタール、干渉地域は89,346ヘクタールである。バインブルク、トモエオンフ・ロカツは、天山中部の標高2,400メートルから2,600メートルの地域に広がる草原の名前である。1986年に設定された、 保護区を前身として、2001年にはインブルク国家、自然保護区が設定されている。世界遺産としての登録面積は10万9448ヘクタール、干渉地域は8万9 0ヘクタールである。天地ボグダ、広島区はウルムチ市の東方約60キロメートルに位置する山で、標高は5445メートルである。トムールよりはずっと低いが、 ボゴダ山の中では最高峰であり、周囲の景観の中では際立っている。中腹には、牧天使殿中の西王母の伝説とも結びついている、継承地、天地がある。1980年に設定された保護区を前身に、2006年に天山天地国立公園に指定された。世界遺産としての登録面積は38,739ヘクタール。 干渉地域は4万1547ヘクタールである。新京天山には希少な動植物も見られる。植物としては、気球種のマルスシエウェルシー、絶滅危惧種のベトラティアンスカニカと、トリパシンキアンゲンシス、絶滅寸前のアモピプタントゥスナヌスなどが挙げられる。動物としては、ヒメチョウゲンボウ、カタシロワシ、カラフトワシ、セイーカーハヤブサ、ノハラクサリヘビ、コイ、 モーコノオマ、キガシラウミワシ、オコトナイリエンシス、ユキヒョウ、アキペンセルヌディウエントリスなどを挙げることができる。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。